これ喧嘩したことありますかっていう質問めっちゃ多かった。あのね、ないよね。うん、ないないし、まずそのなんだろう、まあ、うん、例えばだけど、まあ、なんか全然覚えてないけどさ、まあ、最近はないんだけど、うん、そのあ相手のここちょっと嫌だなって思うときはやっぱり誰にでもあるわけじゃんか、うんうん、そういうのも多分岡頃だったら、うん、なんかそう嫌だなとかじゃなくて、なんかこういうとこなんかちょっとやっぱり直した方がいいと思うよとか、うん、でもなんかそれなんかおかゆとかこうねのその相手に伝えたか伝え方っていうのが、うん、その思いやりがあるんよ、ちゃんとなんかおかゆのこと好きだから、うんうん、本当になんか言うの迷ったんだけどとか、なんかこうさんのことを思って、うんうん、あの僕はねとか、なんかすごい思いやりがある、そのなんかね、そのなんて言うんだろうね、あるよね、あったけど忘れたけどいや僕も覚えてなくてそう覚えてないんだけど、まずそんなことあったっけみたいな一回やったし、一回やったけど、うん、でもなんだろう、嫌なこととかじゃなくって、なんだったかな、なんかあったんだよね。うん、全然覚えてない。なんかあったけど、でも、なんかそれ相手を思いやって言ったことで、うんうん、なんだろう、その、あとなんだろうね、コーネは喧嘩したくないから、うんうん、なんかこんなこと言ったらおかゆに嫌われちゃうかもとか、うん、思うことはちゃんと前置きをするよね。あの、おかゆとは考え方違うかもしれないし、こうでこうで、あ、なんだけど、でも、こうにはこう思ったんだけど、でも、おかゆの考え方もそう、あの、尊重するし、どうのこうの、みたいな、なんかね、すごいね、なんか。確かにそうだね。いつもなんかすごいしっかりとね、前置きしてくれる。前置きが本編みたいな、むしろ。前置きが10分、その話が1分、本編2分みたいな。本編2分みたいな感じ、そうそうそう。わかる。おかゆはちゃんとね、コーネのそういうとこ分かってくれてて、うん、前置きもちゃんとうんうんってずっと聞いてくれてるそうかそうかって。まあそうだね、こんな感じ。そうそう、全然なんかね、喧嘩したりとかなんかこういうとこやだなとか全然ないな、別に。まあ、ないよね。うん、ない。なんだろう、喧嘩だから喧嘩するほど仲がいいって言うじゃん。あれはね、嘘だよ。嘘じゃないかもだけど喧嘩はしなくていいと思うけどな、別にね。確かにね、うん、なんだろう、本当にね、なんかお互い嫌なところないし、本当にないし、うん、一緒にいて楽しいし、うん、離れると寂しいし、うんうん、なんかやっぱりその一人で出かけてる時とか、なんか綺麗なものとかさ、美味しいものとか見つけた時、うん、あの真っ先におかゆに教えたいなとか思うし、うんうん、そういうことってなんだろうな、そういうことからも踏まえて考えると、うん、まあ、おかころ最強ってことにしたおかころ最強まんじ。そうだよ、よろしく、よろしく、チェケ。なんだよ、チェケ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 喧嘩か、やっぱみんな気になるんだね、喧嘩。まあなんかやっぱその想像がつかないんじゃない。いや、したことないから、その僕らも想像つかないんだけど、別に。でも案外さ、僕たちさ、話し合いするときとかさ、うん、そんな感情的じゃないよね。あのね、おかゆがね、そこらへんね、うん、精神的に大人なんよいや別にコロさんがそんなにさ、そんななんか怒鳴り散らしたりみたいな、あんま見ないけどなそうだね。いやでもなんか本当にね、穏やかな感じだからね、その終始、うん、そうだね、すごいよ。そんなにね、うんうん、喧嘩とかは、まあ、今後あったらなんか ね、ついに喧嘩しましたみたいなついにあのおかころも喧嘩しました。そうだね、ね、まあ喧嘩したら報告しましょう。じゃあそうだね、ね、これについては一切ないです。はい、多かったんでね、はい、ちょっと拾えました。はい、喧嘩はしない、したことないな。ないね。やっぱお互いにさ、うん、え、なんだろう、でもなんでこんな喧嘩、でもさ、仲良くても喧嘩するときはするじゃん。どうなんだろうね。あ、でもね、多分ね、こう言ったら嫌だろうなとか、うん、こういう行動したら嫌だろうなみたいなのが多分お互い考えてないにしてもなんか染みついてるんだと思うんだよね。そうだね、やっぱね、そう、こういう言い方したらとか、思いやりがあるからね。そうだよ、思いやりがね、思いやりの決心だからね
そうだね、そうお互いに分かってるんだよ多分それを。そうでコロさんも、うん、なんかでも僕結構さなんか溜め込んじゃう癖みたいなのあるじゃん、気をつけようと思ってんだけどさ気づいたらいっぱいいっぱいになってたりとかするの、うんね、コロさん分かってくれてて、うん、それで僕がコロさんになんかいやおかゆなんか大丈夫みたいなの言ってくれたりとかで、そうね、なんかそうどうにかなってるとことかもねあるからね。まあ怒る時はあるよ、なんかもっと頼ってよあ確かにそれはある、それはあるよ、喧嘩っていうかコロさんがそうそういやおかゆもっとさ自分の気持ち言っていいんだよみたいなのは言ってくれる。 それはあるよね。そうで僕結構コロさんのね言葉でね泣いちゃったりするもん、ね、やっぱ嬉しくて、ごめんなみんな泣かしてごめんなおかゆのこと、本当ね支えてもらってるよ本当に。えでも逆もしかりよ本当、おかゆがさ何にも言ってないのにさ、うん、元気ないでしょって言ってきた時は本当にゾゾゾッとしたよおかゆってなったよ本当に。なんか本当ね小さな変化に気がつくからおかゆはね、さすがにね、さすがにわかるよ、すごいなって思う。そうなんだよね、っていう。え他なんかあるかな聞きたくてたまらんくなっとるじゃん。いやでもなんか言いたいしな、ね、いっぱい嬉しかったんでしょ。あ嬉しい、本当に嬉しい、本当に幸せ今ね、嬉しそうな顔してさ、なんかあるかな、なんか、ね、嬉しそうだね、すぐ顔に出るよ本当になんだろう、でもあーとね、おかころがイチャイチャしてたね、そうもうね、すごいイチャイチャしてた、ラミーの目の前でイチャイチャしてたすごかった、ラミーは座りながら目の前のテーテーに耐えられなかったすごかったもん、ガン見しすぎて多分真顔だったそうもうね、ずっとイチャイチャしてんだよ、おがゆー、そうおがゆーって言いながらお抱きついた、もうこうやって、おかゆー会いたかったよー、やばかったね、あれラミーの目がテーテーで潰れるとこだった純度 100% のさ、テーテー見せられてラミーの目がわわわわわわわいや、すごかったな、ああよかった、すごかったね。